はいどうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。2月5日金曜日のマットマネーなんですけども、いやーこの週はね本当に好調でね、上がって終わりましたよね。 SP500 とナスダックはレコードクローズですよ。で金曜日ね、ナスダックはプラス 0.30%、 SP500 はプラス 0.39%、 ナスダックはプラス 0.57% ということで、ジムクレーマーね、またまたラリーの日になったなって言ってて、ほんとその通りですよね。先週5日間こうやって落ち込んでたのが、今週5日間で回復してさらに上に行きましたよね。で、ジムクレーマー、雇用統計の数字が十分弱くて、追加の景気刺激策の必要性も打ち消されなかったしなって言ってるんですよ。で、そうなんですよね、金曜日ね。1月の雇用統計、労働省から発表されたんですけども、非農業部門雇用者数、これはね、前月比4万9000人増だったんですよね。増えてるっちゃ増えてるけども、市場予想が5万人増だったんで、それにはね、ちょっと届かなかったと。まあだから、ほぼ予想通りといえば予想通りなんだけども、まあ小幅な増加にとどまって、まあ先月もそうだったんで、労働市場の回復、2ヶ月連続で期待外れとなったと言えることも言えると。まあでも需要自体はね、すごい強い状況であるっていうこともあったんですけども、でもまあ失業率まだ 6.3% ありますし、多くの失業してる人にとっては見通しはね、すごく厳しくて、まだやっぱり一段の景気刺激策が必要なんじゃないかと。景気刺激策期待がね、後退しなかったという理由でマーケットも好調だったと。でジムクレーマーね、あとは今決算シーズンだけど、発表された決算いいものが多かったと。でこういうことがね、株価にプラスなんだけども、ただ今週の上がり、真のドライバーは何かっていうと、やっぱり先週のマーケットの騒乱だって言ってるんですよね。でやっぱり先週ね、どん落ち込んだじゃないですか。ゲームストップとかレディットとかいろいろあって。でジムクレーマー、この先週のターモイル、騒乱、レディットから始まったクレイジーなアクション、これがね、いろいろ吹き上がりすぎた銘柄がいっぱいあったんだけども、それにまた多くのベアが乗っかって、それが落ち着いてね、どのチャートもエッフェル塔みたいになってて、ジムクレーマーね、クレイジーな値動きも元の位置に戻りつつあるから、そういうのも今週の落ち着きに関係してるんだって言ってるんですよね。で、この落ち着き、平穏さとかそういう意味のこのトランキリティ、トランキリティって言って、やっぱこれですよね。トランキーロですよ。内藤ですよ。ロスインゴベルナブレスデハポンですよ。デハポンですよ。で、これトランキーロね。まあ内藤はね、焦んなよっていう意味で使ってますけども。まあこれね、スペイン語で静かな、落ち着いてってことなんですよね。だジムクレーマー、今週のトランキリティ、今週のこの市場の平穏さっていうのは、先週の騒乱が一段落したからだと。そんな中でさ、次の週どういう週になるのか、ゲームプランを語っていこうじゃないかと、今回そういう回なんですよね。はい、で月曜日から始まる週、この週のジムクレーマーのゲームプラン、まずジムクレーマー言ってんのね、月曜日テイクツーインタラクティブの決算発表あるよなって言ってるんですよね。これゲーム会社ですよ。で、これ参考になるのがって言ってて、木曜日にアクティビジョンブリザードの決算発表ありましたよね。で、レベニューもウォールストリートのコンセンサスを B として、で、決算後ね、アクティビションどうなったかっていうと、株価ね、トーン跳ねてるんですよ。プラス 9.64%。 ジムクレーマー、この発表素晴らしかったよなって言ってて、テイク2もこういう風になるかもしれないし、もしくはって言ってて、この決算は失望を生んだよなと。 EA ですよ、エレクトロニックアーツ、これもゲーム会社ですけども、2月2日に決算発表あって、売上も EPS もミスしたんですよね。 EPS なんか予想 2.96 のところを 0.72 ですよ。で、決算発表後ドーン落ちてると。で、アクティビションブリザードみたいになるのか、 EA みたいになるのか、テイクトゥインタラクティブはどっちだろうねって言ってるんですよね。で、あとジムクレーマー、このグランドセフトオート、これ5まで出てるんですけども、大人気ゲームですよ。で、5がもう2013年に出て、これね、大人気ゲームシリーズなんで、6はいつ出るかっていうのがね、関心事なんですよ。いろいろ噂が流れてるんですけども、ジムクレーマー、このグランドセフトオートの新作とかね、早く出してくれないかなって言ってるんですよね。テイクトゥインタラクティブ、順調に株価上がってきて、ここのところ横ばいですけども、この月曜日の決算がまた上に行くきっかけになるのかどうか。今ね、ゲーム業界一般的にはめちゃくちゃ好調なんでね、ちょっと注目したいですよね。はい、で月曜日ジムクレーマー言ってるのはこれですよ。サイモンプロパティグループですよ。これの決算発表があると。ジムクレーマー、地球上で最も大きいモールのオーナーだと。で、この頃ね、モール関連銘柄が次々とね、アップグレードされてて、
モールは本当にここからね、リカバリー銘柄としてまだまだどんどん上がっていくのか。ジムクレーマー、モール関連の景況感とか動向を見るのは、やっぱりこのサイモンプロパティグループ、これの決算発表聞くのが一番だって言ってるんですよね。だから注目してるって言ってるんですよ。でね、サイモンプロパティグループ、まあこれ週足ですけども、まあ2018、19とこうね、だらだら下がってきて、で、パンデミックでロックダウンとかでドーン落ちて、で、まあそっからはね、上がってきてるんですけども、まだパンデミック前にはね、戻ってないですよね。140ドル近辺だったのが、今96ドルと。まあ、ワクチンもどんどん回ってるんで、こっからまだじわじわ上に行くのかどうかってところですよね。はい、で、ジムクレーマーのゲームプラン、火曜日なんですけども、まあ、これ4つ挙げてるんですよね。で、それ拡大してるのはこれなんですけども、まず言ってるのはこれデュポンですよ。大手化学品メーカーですよね。もう食品、農業、建築、電子機器、輸送、もう幅広い分野に噛んでる化学品メーカーですけども、ジムクレーマーね、この会社、車とか電子機器とかハウジングとか 5G、こういう活況を呈してるエンドマーケットに照準を合わせてる。そういう材料会社なんだと。だから自分は素晴らしい決算を発表すると思うよって言ってるんですよね。だからジムクレーマーね、デュポン。この週に自分はアクションアラートプラスのメンバーには買いを勧めたんだと。デュポンこれからも行くと思ってるんだよねって言ってるんですよね。で、まあほんと堅調に上がってきて、ここで一回跳ねてから落ち着いてるってところですよね。決算発表楽しみですよね。はい、で、ジムクレーマー次言ってんのはこれですよ。キャノピーグロースですよ。で、これね、大麻銘柄ですよね。ジムクレーマーブルーウェーブに今なってるから、大麻銘柄が人気化してるよなと。で、以前から言ってる自分のお気に入りの GW ファーマが吹いたよなって言ってるんですよね。で、そうなんですよね。GW ファーマが、この週のね、火曜日から水曜日にかけて、ドーン上がったんですよ。で、この爆上がりなんですけども、これですよね。ジャズファーマスーティカルズ。これが GW ファーマを72億ドルで買収すると。そういうニュースが出たんですよね。で、50% プレミアムでってことだったんで、株価もここでね、トーン跳ねたと。いやー、GW ファーマね、僕ね、だいぶ前に売っちゃってたんですよね。結構思ってたんですけどね。やっぱりこうなったかってね、逃した魚は大きいと言いますけども。で、まあこれはね、買収の話でドーン上がりましたけども、大麻銘柄、総じて好調なんですよね。で、ジムクレーマー、民主党っていうのは大麻を合法化の方向に持っていきたいから流れが来てるわけだけども、まだまだどんどん上に行くためには、本当に合法化が必要になると。だから連邦政府レベルとかで合法化になったらそれはすごいことで。でも本当にそうなるのかどうかっていうのと、ただね、今州政府にお金がないから、もうコロナウイルス危機でね。だから今税収増やしたいから、州レベルではどんどん合法化しようじゃないかと、そういう動きもあるから、まあもうそこのスピード感の兼ね合いだよねってジムグレーも言ってるんですよ。いずれいつかは合法化になるだろうけども、みんなが本当に期待しているほど早くそこまで行くかどうかは全然わかんない。そういう状況だよねって言ってるんですよね。で、まあとにかくキャノピーグロースね。ほんとね、バイデン大統領だーってなってからね、伸びがすごいですけども、ジムクレーマー、とにかく決算の数字に注目したいって言ってるんですよね。はい、で、火曜日はさらにシスコシステムズの決算発表あると。で、最近ね、すごい株価好調だけども、これはエンタープライズの 5G がいい感じで来てることに起因すると。で、株価ね、ほんと好調なんですよね。ここトーンになって、ダラダラ下がってからの、ここの上がりは素晴らしいですよね。で、ジムクレーマー、エンタープライズ 5G もそうだし、WebX も良くなってるし、シスコっていうのは徐々にハードウェアからソフトウェアの会社になってきてるんだと。で、自分はこの会社の株っていうのはもっともっと上がると思ってて、一段高になるポイントっていうのは遠くないんじゃないかと思うって言ってるんですよね。まあ、この下がるとこまで今来たわけですけども、一段高になるポイント、遠くないんじゃないかと、決算発表期待してるよって言ってるんですよ。それで火曜日最後にジムクレーマー言ってんのはこれですよね。鳥ちゃんですよ。ツイッターですよ。でね、このツイッター、トランプ元大統領のアカウントを停止したの覚えてるかと。でもここのところ株価素晴らしく上がってるよなって言ってるんですよね。で、そうなんですよね。株価がね、こう、どんどん上がってるんですよね、ここのところね。で、決算発表楽しみだなって言ってるんですよ。スナップもピンタレストも、いい決算だったことを考えると、ツイッターも上昇余地はまだまだあるんじゃないかと思ってると、そう言ってるんですよね。で、そうですよ。スナップもピンタレストもね、いい決算でしたよね。
スナップですけども、2月4日にあった決算発表。売上はビートしたし、EPS も予想 0.07 のところ 0.09。ビートして、前年比プラス 60% 成長ですよ。素晴らしいですよね。だからこの日もね、9.17% 上がりましたよね。で、ピンタレストもそうですよ。売上はビートしましたし、EPS も予想 0.32 のところを 0.43 とビートして、前年比 70% 成長。で、またね、トーン跳ねましたよね。プラス 5.27% 上がってると。だスナップとかピンタレストも好調だから、ジムクレーマー。ツイッターもね、上昇余地はあると思うよって言ってるんですよね。はい、ということで、水曜日なんですけども、ジムクレーマー。まず GM の決算発表あるよって言ってるんですよ。で、これね、参考になるのがフォードだって言ってるんですよね。で、そうなんですよ、フォードね。2月4日決算発表あって、これ悪くなかったんですよね。売上は予想 33.89 billion に対して36 billion とビートして、EPS も予想マイナス 0.07 のところを 0.34 と、ちゃんとビートして、だフォードはここのところ好調なんですけども、ジムクレーマー、GM どうなるかなって言ってるんですよね。で、今ね、車載の半導体が不足してて、それはね、すぐ解決するというわけにはいかないだろうと。それがどうなるかだっていうのはあるけども、ただ GM に関しては、ジムクレーマー、自分はね、フリーキャッシュフローが爆発的に良くなってると思うと。で、それはなぜならば、GM の CEO のメアリー・バーラが素晴らしい仕事をしてるからだと。バッテリーテクノロジーも開発してて、これね、めちゃくちゃでかくなるよって言ってるんですよ。で、爆発的に増えてるフリーキャッシュフロー。GM はね、全部どこに突っ込むかっていうと、電気自動車ですよね。2035年までにはもう電気自動車しか売らなくなる。どんどんキャッシュをこっちにつぎ込むんだと。だ今回の決算発表も素晴らしいことが発表されると思うよって言ってるんですよ。で、GM とフォードって株価本当に似ててね。GM もわー来て一回下がった後に持ち直してきてるんですけども。まあ決算発表楽しみですよね。はい、水曜日なんですけども、ジムクレーマー、さらにコカ・コーラの決算発表あるよねと。で、自分たちってまだこういう会社ね、気にしないといけないと思うって聞いてて、もちろん気にしなきゃいけないって言ってるんですよ。素晴らしい会社で 3.5% の配当。で、今株価下がってるけども、それはね、多くのレストラン顧客が店を閉めてるからだって言ってるんですよね。で、コカ・コーラそうなんですよね。株価ね、ドーンって今下がってきてるんですけども、これはまあレストラン空いてないから。で、リオープニングが始まったら、こういうビジネスも戻ってくるから。で、ジムクレーマーね、今現時点ということで言うと、このコカ・コーラの株価っていうのは安すぎるから、これ無視はできないねって言ってるんですよね。はい、で、水曜日ね、最後に言ってるのが、水曜日の引け後には、ジンガの決算発表あると、ゲーム会社ですよね。で、ジムクレーマー、今ね、ゲーム業界っていうのは火を吹いてるんだと。でね、ゲームストップとかね、もたもたしたよなって言ってるんですよね。ゲームストップね、株価バー吹き上がったじゃないですか。もしね、ゲームストップがスマートだったら、吹き上がったところで、公募増資どんどんやって、お金いっぱい作って、そしてそのお金で、こうジンガとかをどんどん買収すればいいのにって言ってるんですよね。で、まあゲームストップはもうね、株価行ってこいだから、もうそんなことはできないかもしれないけどって言ってて、今ゲーム業界火を吹いてて、ジンガだけが残されることなんかあるかなと、いい決算なんじゃないかなって言ってるんですよね。で、僕ね、戯れにジンガのコールオプション持ってるんですけども、いや、決算発表楽しみにしてるんですよね。はい、で、木曜日なんですけども、ジムクレーマー。まずね、ペプシコの決算発表あるよって言ってるんですよ。素晴らしい数字を発表すると思うよって言ってるんですよね。スナックビジネスが伸びてると思うと。この会社のビジネスっていうのはいい感じで加速していってると思うよって言ってるんですよね。まあ、ペプシ、ここのところだだ下がってますけども、ビジネス加速してるんじゃないかと思うと言ってるんですよね。で、木曜日さらに言ってるのはこれですよ。ディズニーですよ。で、ジムクレーマーね、この決算発表なんだけども、ディズニーにはアメリカで最も素晴らしい CFO がいるんだと。それがクリスティン・マッカーシーだって言ってるんですよね。で、このアメリカで最も素晴らしい CFO が何を言うのか注目してると。で、さっきのね、メアリー・バーラもそうでしたけども、何でしたっけ今森さんがね、なんか女の人がいっぱいいると会議時間かかるとか言ってますけども、やっぱりどういう方向から見ても、って思ってしまいますよね。時代錯誤感を感じてしまいますよね。で、ジムクレーマーね、ここまで何回も言ってきてるけども、こうディズニーっていうのは自分の一番のお気に入りのリオープニングストックなんだと。ナンバーワンなんだと。ここで改めてテーブルを叩いて言っておくって言ってるんですよね。ディズニーはここまでテーマパークも開けない。
映画も冴えない、クルーズもできない、スポーツも全開じゃない、その中でこの株価の堅調さだって言ってるんですよ。ディズニープラスとかもあるから、もしねリオープニングしたら一体どうなってしまうんだと。200ドルなんか株価ね軽く超えるだろうって言ってるんですよね。今181ドルですよ。でまあ木曜日ね、ペプシコとディズニーの決算発表注目してるんだけども、実は木曜日一番の注目イベントはこれだってジムクレーマー言ってるのがこれなんですよね。ペイパルのアナリストミーティングなんですよ。木曜日のキーイベントは実はこれなんだと。ジムクレーマーはねこのペイパルなんだけども、2015年に eBay からスピンオフして以来ずっと好きなんだと。で自分は今年ペイパルのビジネスっていうのは再加速すると思うって言ってるんですよね。で先週ねすでに素晴らしい決算発表したよなって言ってて、でペイパルそうなんですよね。売上もウォールストリートのエクスペクテーションをビートしたし、 EPS もビートして、で株価もここのところすごい好調なわけですけども、ジムクレーマー、もしあなたが株を持ってないならこの木曜日のミーティングで CEO のダン・シュルマンが喋る前に株を買っておくことをおすすめするよって言ってるんですよね。もうバイナーをペイレーターとかの新サービスも好評ですから、ペイパルまだまだねこっから再加速する、そういう企業なんじゃないかとジムクレーマー言ってるんですよ。はい、でラスト金曜日なんですけども、一個言ってるのはこれですね。ニューウェルブランズの決算発表があると。これあれですよね、消費者向けのブランド品メーカーですよ。家庭用品とか室内装飾品とか事務用品とか工具とか、もうそういうものを世界的に販売してる。で株価ねすごい素晴らしく堅調にこうやって上がってきてるんですよね。でジムクレーマー、こう株価ねすごい堅調なんだけども、これ結構ねみんな忘れてる銘柄なんじゃないかと思ってるんだよねと。でもしかしたらこっからまた再びみんなに愛されるようになるかもしれないと。決算をね今まで結構ミスしたりしてたんだけども、カムバックがあると思うし、今回の決算発表次第では株を買える感じになるかもしれないと思うよって言ってるんですよね。はい、ということで今週もねいっぱい注目決算あって、またすごいね楽しそうな週ですよね。ジムクレーマーね、この週も一個前の週と同じようなすごいね好調な上がりが続くと、そういうことを保証することはもちろんできないと。だけど業績がいい会社、ファンダメンタルズがいい会社、そういうのは決算発表で続出してて、でそれに支えられてるような株式市場になってきてて、そういう業績がいい会社の株を買うことで儲けられる、そういうね株式市場の雰囲気が戻ってきてるよって言ってるんですよね。だからまた一週間ね楽しみですよね。はい、ということで今週のゲームプランだったんですけども、ちょっと付け足しでねマットマネー別の回のこともちょっとやりたいと思うんですけども、ジムクレーマーね言ってるのはこれなんですよ。 Is the market rigged って言ってるんですよね。リグっていうのは不正操作されてんのかと、でウォールストリートっていうのは壊れてんのかと、マーケットは不正操作されてんのか、あなたどう思いますかってジムクレーマー言ってるんですよね。で例のねレディットのことですよ。掲示板であれ買おうぜってやってわーってねそれで上がってしまう。ジムクレーマーね、このマーケットはね不正操作されてるのかと、この手の質問は自分は何千回も受けてきたって言ってるんですよね。これまで別にレディットとかゲームストップの一件だけじゃなくて、政治家がマーケットは不正に操作されると、そういうのを聞いてきたし、一般の投資家もマーケットは不正に操作されてると、そういうのを聞いてきたし、機関投資家もマーケットは不正に操作されてるというのを聞いてきた。でその結果多くの人たちがもう超富裕層とかヘッジファンドとかがパワーを持ってて市場を操作してるんだろうと、そういうことを信じるようになってしまって、でだからねゲームストップの騒動なんだけども、ショートしてるヘッジファンドの連中に一泡吹かせたレディットの住人に喝采を送った人も多かっただろうと。これこそいかにねヘッジファンドが悪名高いかを物語ってるんだと。でマーケットはね操作されてんのか、マーケットはどうやって動くものなのか、そういうことはさておき、ちょっと昔話をさせてくれってジムクレーマー言ってるんですよね。で大昔なんだけども、ジムクレーマー自分がね新聞記者のレポーターやってた時、イーストテキサスでコーヒー店でコーヒー飲んでたんだと。でねふと眺めたら向かいに中古車屋さんがあって、でそこにねカビアットエンプターと書いてたんだと。でカビアットエンプター、これですよ、カビアットエンプターですよね。でこれラテン語なんですけども、英語だとレッドザバイヤービーアウェアなんですよ。直訳すると飼い主をして注意せしめよと。
要は買い手が危険を背負う売買という意味なんですよ。買い手が購入時に商品の特性とか価値を把握しなくちゃいけない。ジムクレームはね、自分はねちょっと笑ったんだと。買い手が責任ある中古車であって、要は買ってすぐ壊れてもそれは買い手の責任だと。すぐエンジン動かなくなったり、ラジエーター漏れてたり、いろんな不具合があってもそれはね買い手の責任だと。そんな中古車危なくて買えないから、誰がそこで買うのかなとジムクレームは思いながら、だけど自分ねそこで車買ったんだって言ってるんですよね。でジムクレームはね、それには2つの理由があって、1つ目は自分がアホだったからと。でもう1つは、まあ、カビアットエンプター、買い手が責任を持つ売買ということで掘り出し物がいっぱいあるんじゃないかなって思ったからだと。バーゲン品がそこにあるんじゃないかなと思って買ったんだと。で買い手がその商品の特性とかを把握して、買い手が責任を持って、買い手が危険を背負う売買、これですよね。カビアットエンプター、レッドバイヤービーアウェア、買い手責任の売買、まさしく株式市場っていうのはカビアットエンプターインスティチューションなんだと。まさしく買い手が危険を背負う、買い手に全ての責任がある、そういう市場なんだよ株式市場はって言ってるんですよね。保証もワランティーも何もないんだと。あなたは株を買う、操作されてようが何だろうが、それでボーン下がっても何にもなしだと普通はね。もしあなたが掃除機を買って壊れて、もしワランティーがついてたら、それは修理してくれたり新品と交換してくれたりするだろうと。株はね違うんだと、何にもなしなんだと。だからね、レディットの一件でいろいろあった現在、改めてこれ言っときたいと。そういうね、買い手責任の株式市場で不正に操作されてると、そういう言葉は似合わないんだと。買い手が危険を背負う売買なんだから。で真実としては、裕福であればあるほど資産を増えやすい、資産が少なければ少ないほど資産を増やすのは難しい。で資産が少なければ買い手がね危険を背負う売買の負の部分がのしかかってくることも多いかもしれない。で自分がねわざわざこんなこと言うのは、個別銘柄っていうのはみんなのものじゃない時もあるんだと。ああやって変な風に上がったり下がったりすることもね当然あるんだと。でそれ嫌ならインデックスファンド買えばいいじゃないかっていうことで、実際インデックスファンドの素晴らしいところっていうのは、特定の人が歪めようとしてもできないところだと。個別銘柄と変わらず保証はないんだけども、でも例えば500個の会社をひとまとめにすると、たとえね50の会社が変な風になっても、でももう50の会社がいい会社があればそれで済むから。だね、SP500 はアップルとかテスラとかマイクロソフトとかネットフリックスとかアマゾンとか影響力の大きい銘柄あるけども、だからまあインデックスファンドの素晴らしさっていうのは変なことになりにくいことだと。でジムクレームはね、今自分たちは多くのカビアットエンプター銘柄に囲まれてるって言ってるんですよ。もう自己責任銘柄で、特にスパックだって言ってるんですよね。スパックの多くっていうのは株価が上がって利益出てる状態なんだけども、いつかはリスクが高すぎる状態になると思うと。まだその状態じゃないけども、でもスパックの多くはね、下手したら全然売り上げがなかったり商品すらない会社が多いと。で例えばね、こういう会社を証券会社からお金を借りてまで買うっていうことは、ジムグレーマン、さっきのあのテキサスのカビアットエンプターの中古車屋さんでお金もないのにクレジットカード使って、それで保証のない壊れるかもしれない車を買うのと一緒なんだと。でジムグレーマンはね、自分にとって大事なのは、この番組を聞いてくれてるあなた方の資産を守ることだと。であなた方もね、このカビアットエンプターのマーケットプレイスで自分自身を守ることっていうのはすごい大事なんだと。でもちろんスペキュラティブな株を買うなって言ってるわけじゃなくて、でジムクレーマーね、本でもね、投機の部分は残しとけと、それが資産をねすげえ大きくするところにつながるからってね書いてるんですけども、だから投機とか危険性が高い銘柄をねちょろっと買ってみることにジムクレーマーは反対の立場じゃないんだけども、だけどね、もしあなたにそういうスペキュラティブな銘柄、これをずーっとね買った後もホームワークを続ける、その労力とか時間がないんだったら、いずれあなたは痛い目を見ると。で痛い目を見たらどう思うかっていうと、いやーマーケットは不正に操作されてるよねって思うだろうと。だけど真実は違うんだと。繰り返すけども、株式市場っていうのはカビアットエンプターのマーケット、買い手が危険を背負う売買をする場、
買い手が購入時に商品の特性、価値を把握しないといけない。そういう場所なんだと。変なことして損した時に、誰か他の人とか、ブローカーとか、ひいてはアメリカ政府が損失を保証してくれる。そんなことはないと。基本的にはないと思っとけと。改めてそれはね、確認しといた方がいいって言ってるんですよね。だからね、そのことをわきまえてたら、仮に株式市場が本当に不正に操作されたとしても、それね、あなた方には関係ないだろうって言ってるんですよ。で、ジムクレイマーね、自分はね、めちゃくちゃ例えばショートを積み重ねてるヘッジファンドを別に守りたいわけじゃないと。機関投資家を守りたいわけじゃないと。率直に言ってそういうのを守るのは愚かで、だけど多くの誠実な人間もその中にいる。どっちの側にも誠実な人間もいるし、ずるい人間もいる。だけど大事なのは、一人一人が株式市場っていうのは、その個人個人に責任があると。買い手に責任があると。それをよく認識していることが重要なんだって言ってるんですよね。だから個別銘柄ね、選ぶときは、買い手に全責任がある中古車屋で車買うような、そういう懐疑的な態度で臨むのがいいんだと。それくらいでちょうどいいんだと。これエンジン壊れんじゃないかな。これすぐ動かなくなるんじゃないかなと。買い手に全部責任がありますよって言われたら、めちゃくちゃ注意深くなりますよね。株式買うときも同じようにしてくださいってジムクレイマー言ってるんですよね。で、最近ね、こうやって言うことが増えてきて、まあ、レディットとかね、ウォールストリートベッツの一件もありますし、あとはやっぱりね、株式市場すごい好調なんで、ちょっと兜の尾を締めようかなと。ジムクレイマーそういうことが増えてきてるんですよね。だこの前のメンバー限定動画でも、株式投資で守るべき7つの信条、そのうちの1つはさっき言ったような、買い手の責任だよってことになったんですけども、あと6ついろんなこと言ってるんですよね。ということでね、株式市場すごい好調でね、僕のね、個別銘柄の口座とかも、すごい好調なんですけども、今一度ここで、注意深く、用心深く、規律正しくっていうのをね、心に留めながら行きたいですよね。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずスナップは A でということでね、さっき出てきましたよね。決算素晴らしくて、ジムクレイマー素晴らしくやってるし、まだ終わってないって言ってるんですよね。まだまだ上に行くかもしれないよって言ってるんですよね。はい、次 LHC グループよりはということで、まあこれね、在宅ヘルスケアサービスの会社なんですけども、まあこういう業種で行くと、自分のね、この業種のデフォルトはこの会社だよとジムクレイマー言ってるのはこれですね。センテーンですよ。やっぱり自分のデフォルトはセンテーンだよって言ってるんですよね。はい、次 NC のは A でということで、ファンタスティックなフィンテックな会社だと、めちゃくちゃいい会社だと、買いだって言ってるんですよね。いや、いいですね NC の。僕思ってるんですけども、上がってほしいですね。まあ、結局 IPO からね、ずーっと横みたいになってますもんね、今ね。はい、で、最後なんですけども、バックスアートはあかんでということで、いやーこれね、バックスアートね、ストーリーとしてはね、すごい魅力的な企業でしたよね。あの、新型コロナウイルスのワクチンなんですけども、この会社、経口ワクチンの会社ですよね。針刺してね、筋肉にチュッて入れなくていいんですよ。錠剤を飲むことでいけるワクチン。みんなね、注射嫌いなんでね、この経口ワクチンできたらすごかったんですけども、まあ、これがね、フェーズ1のクリニカルトライアルで、参加者の中でね、中和抗体ができてないんじゃないかみたいな、そういうニュースが出て、ボーン上がってたのが、またボーン行ってこいになったんですよね。で、まだね、2回飲んだ人はどうかとかね、いろいろあるんですけども、で、CEO はね、希望を捨ててないんですけども、ジムクレイマー、もしかしたらこれね、バウンスする可能性はあるけども、でもがっかりな結果といえばがっかりだよねって言ってるんですよ。自分が見たい結果じゃなかったから、やっぱ厳しいんじゃないかなって言ってるんですよね、バックスアートね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。これからもジムクレイマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、で今回の英語なんですけども、このね、ペイパルのアナリストミーティングのところで木曜日。これ多分ね、素晴らしい発表すると思うから。だからね、もしあなたがね、ペイパルの株持ってないんだったら、あらかじめ買うことをおすすめするよと言ってんのがこれです。I recommend buying the stock beforehand if you don't already. はい、そうですよね。I recommend buying the stock beforehand if you don't already. 長男、次男、どうぞ。I recommend buying the stock beforehand if you don't already.
1日で一番楽しい時何？勉強してない時。I recommend buying the stock beforehand if you don't already. 1日で楽しい時は？学校。学校何？に行ってる時。I recommend buying the stock beforehand if you don't already. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。beforehand ですよ。いや、すごいシンプルでね、単純ですよね。beforehand。なんとなくわかりますよね。before って入ってますし、前もって、あらかじめ、事前にってことなんですよね。だから例えば、I prepare the meeting documents beforehand。自分は、そのミーティングの書類を前もって準備したと。あらかじめ、前もって、beforehand ですよ。とか、call us beforehand to arrange a time and date。時間と日付をアレンジするために、そのアポを取るために、あらかじめ電話してくださいと。前もってってことですよね。で、まあ、あらかじめってね、似たような意味でこれありますよね。in advance。これはまあ、本当にね、似たような感じで使えて、you don't need to book in advance。前もって予約する必要はないよとかね。full payment in advance is required。あらかじめ全額支払いすることが必要ですと。まあ、beforehand, in advance。前もって、あらかじめ、事前にってことですよね。ということで、ジム・クレーマーね。もしあなたが、そうしてないなら、要はペイパルの株を買ってないなら、そのアナリストミーティングの前に、事前に前もってペイパル株買っとくことをお勧めするよと、そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。I recommend buying the stock beforehand if you don't already. I recommend buying the stock beforehand if you don't already. 一日で一番楽しい時何？勉強してない時。宿題してないとき。ダメだ、否定はダメだ、否定は。そうです、勉強してないとき全部じゃん。寝てるとき。寝てるとき寝るの楽しいのって中年でしょ。いいじゃん。もっと他にないの？じゃあご飯食べてるとき。I recommend buying the stock beforehand if you don't already. 一日で楽しいときは？学校。学校何？に行ってるとき。学校楽しいの？うん。家よりも？うん。何が楽しいの学校？動ける。動ける。家でも動けるじゃん。いや。And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round.